2回目は絶対に負けられないです。絶対勝ちます。はい、ドキリとするシーンでありましたが試合は最下位。膝が入った。カウンター。中村大輔一撃。すごい。今回の敗戦で母親もすごく僕のこと心配してくれてて。牛久大の字。この姿を誰が想像したかという母親の思いもすごく僕の中で理解することができて、でこのままじゃいけないんだっていう思いが強く感じました。フェザー級に落として最初の試合でいきなりチャンピオンとやらせてもらって、ああいう KO 勝ちできたんで、まあ、すごい自信になって20年近くやってきたんですけど、やっと適正階級が見つかったなという感じぐらい、すごい調子よくできたんで、正面から相手に入るっていうスタイルが、まあ、バッティングにつながってしまったんだと思ってます。楽しみに見に来てくれた人たちに、ああいった形で試合を中断してしまって本当に申し訳なく思います。僕の意地とプライドをかけた試合なので、格闘技が本当に今一番楽しくて、今後のことは、終わったら考えます。ここを超えなきゃ絶対にこの先勝っていくこともできないし、今現在自分史上最強だと思ってます。一応ディープ2階級制覇のチャンピオンになれる。ここは僕が何が何でも勝ちに行きます。取りに行きます。腕十字の形に入るだけでもやっぱり盛り上がるというか、簡単に取ったベルトじゃないんで誰にも渡さないです。20年以上やってるんですけど、挑戦者らしく1ラウンド目からガンガン攻めて勝ちを取りに行きます。40歳でチャンピオンになるっていうのはすごくロマンがあると思うので、自分が勝った方がロマンがある。